北山先生、こんにちは。あ、こんにちは。今日はですね、ムービーアニキャットで、一番こうアクセス数があるですね、この女の子のこの絵について、ちょっとまたお届けしようかなと思ってるんですけども、もう本当にこの絵すごくないですか。イヴァン・マカロフの。はい。イヴァン・マカロフの模写になるんですけども、模写を超えてますよね。超えてますね。はい。これ立ち火 の、 あの入り口のところにいつも飾ってありますけれども、なんかこう守ってくれてる感じもありますよね。そうですね。たまにあの、夜とかですね、立ち火を閉める、あの、閉める時にこの、あの女の子の横通ったりするんですけど、やっぱりこうあのにこやかにあの微笑みかけてくれてるような感じがして、あのなんかこう立ち火をこう良い、あのこうですか、あの立ち火にこう良い風をですね、あの吹かせてくれてるような、そんな存在にあの思います。全くそうですよね。でまたあの表情があるんですよね、この、はい、この模写、もう元のこと 原画を超えた表情が、もう目なんかも動きそうな感じに、本当そうですね。生きてるような魂が入ってますよね。で、あの例えば、夜中とか、あの自分が一人であの、この校舎閉める時なんかは、あの通常だったらあのこう目が動いたりとかすると、あのなんか心霊的な感覚で、あのなんか怖いとかですね、はい、あのそういうイメージはあるんですが、この、女の子の写真、あの絵画に関しては全く逆で、なんか温かいものを感じます。全くおっしゃる通りですね。で、まあ、こうあの前々からここに飾られていましたが、いやこあの現在ですね、より一層そのなんか守って、立ち火を、学院をですね守ってくれてるような、そんな印象ありますね。先生はいかがですか。いや、私もあの、そのこの守護的なものをすごく感じますし、またなんかあの、まあ、我々かなりあの尊崇の念を持ってこの絵に接してますけれども、何かそうすると結構こう割とこう物事がいい方向に行ったりとかですね、立ち火の状況とかもすごく良くなったりとかですね、なんかすごくそういういいものを感じる、あのよくあの絵なんかにもですね、魂が入ってるとか、まあ、仏像なんかでもそうですけども、同じようになんかいいエネルギーがなんか入り込んでるのかなっていうふうに思いますし、またこの作者の思いを超えたこのさらなるその思いっていうものが宿ってるのかなって感じたりもします。あ、本当そうですね。すごい絵ですよね。これ群を抜いてすごいんじゃないですか。こういった絵私なかなか見たことないんですけど、自分も見ないですね。まあ、一応あの合格者の、まあ、再現作品ってことになってるんですけど、もう再現作品どころではなくて、一作品として、もうあの模写を超えた、はい、まあ傑作ではないかなと思うんですね。いや傑作ですね。はい、この生きた感じっていうのはなかなか見ることが、絵画を通じてあの感じたりすること機会っていうのは少ないと思うんで。そうですよね。本当に力のある、もう画力だけじゃなくて、その魂も含めて、あの非常に力のある絵だなと思いますし、ちょっと打足になるんですけども、はい、まあ、この女の子の下にですね、私のキャラクターの絵をですね、ちょっと可愛がっていただこうと思って置いてるんですけれども、あのカーゴン、モタ、モモゴンが一応ここにいてですね、あの女の子と一緒にちょっとあの恐縮ながら一緒になんかいるんですけども、この女の子好きそうですよ。あのあ、そうですかね、モモゴンたち、なんか可愛がっていただけると非常にありがたいなと思うんですけども、何かこうあの、ちょっと失礼ながらですね、恐縮ながらここにあの置かしていただいてるんですけど、これあの北野画伯が描いてくださった、北野先生ですね。北野先生が、北野先生があの立ち火の卒業生の北野先生に描いてもらったものなんですけども、これからもこの絵を、敬っていきたいと思いますけども、
じゃありがとうございます、はい、ありがとうございます。アニキャットムービー立ち火よろしくお願いします。お願いします。お願いします。